氷結が出ましたらこのインターホンで伝えてください。じゃあ、喫茶の出前を取ります。飲み物だけだそうです。順番にどうぞ。出前ですか。ホットコーヒーの人。はい。ホット2つ。すいません、私もホットお願いします。3つ、はい、メニュー見てもいいですか。アイスコーヒーの人。はい、あ、ガムシロ抜いてください。バナナジュース、はい、ダメだったら、アイスミルクガムシロ抜きで。ガムシロ抜きって書いておいた方がいいです。はい、コーラをガムシロ抜きって書いて。バナナジュース、レモンスカッシュ、レスカワン。レモンスカッシュないですね。すいません、できましたら私ビールなんか一つもらえますか。アルコールやめときません。あ、やっぱり。じゃあソーダ水、とびきりグリーンのやつお願いします。メロンソーダ。すいません、はい、私もホットコーヒーやめてソーダ水にしてください。ホットやめてソーダ水、他にオレンジスカッシュ。オレスカ。オレンジスカッシュもないですね。オレンジジュースならありますけど。いらないです。はい、すいません、バナナジュース。バナナジュース。はい、今いくつになります。ホット2つに、アイス1つに、コーラ1つに、ソーダ2つに、バナナジュース4つです。バナナジュース1つ。バナナジュース追加。はい、じゃなくて1つ、オンリーワン。え、いや、聞こえてないと思ったもんで。入ったな。珍しいですね。他の方は。お客さん。今お客さんって言いました。そこのカフェ見てる方。もしもし。オーダーお願いします。喫茶の出前。あ、すいません。何しますか。ヤクルトをお願いします。あるかな。もっと。すいません、私やっぱりヤクルトに。ソーダキャンセル。ソーダ一つキャンセルして、ヤクルト二つ。ぐちゃぐちゃになりました、ね、あ、書きましょう。あ、すみません。これが一つ、ヤクルト三つです。二つ私の分。あ他にないですか。あなた言いました。あ、ホットコーヒーでいいです。あ、以上です。じゃあこれさっきの人に持ってきます。あ、いいです、いいです。私すみません。それじゃあ皆さん、席にお着きください。始めたいと思います。席順はどういう風に。いいんじゃないですか、これ好きなところ。いや、せっかく陪審番号があるんですから、番号順。はい、数の若い順に、こっちからぐるっと。さすが陪審長、言うこと違うわ。やめてくださいよ。ここ1番です。234とずっとね、一周しちゃったなって。今度の裁判のこと載ってます。いや、東京スポーツ愛読してるんですか。これこれしか許可してもらえなかったんですよ。一般紙は事件の関連記事が載ってるかもしれないということでしょう。先入観を排除するためなんですよ。そんなに話題になってるんですか、この事件。まさか、そんなに大騒ぎするような事件じゃない。でもあれでしたでしょう、被告はいい女だった。見てますね。化粧気はないけどね、ほんとこツヤツヤでたまらんかったでしょ。でもああいう顔って化粧するとかえってケバくなるんですよね。これよかったら皆さんで食べてください。マグリ太郎来るとき売ってたもんで。いいんですか。どうぞどうぞ。食べながらの方が話も弾むと思って。それじゃあ皆さん、そっちにも待ちなさい。いただきます。ちょっとやめませんか、テーブル散らかすのは。旦那の場じゃないんだから。あ、そうですね。それじゃあ真ん中置いておきましょう、ね、欲しい人が手を伸ばすと、ね、では、始まりますよ。すいません、というわけで、これから話し合いを始めるわけですが、あまり堅苦しくなるのもあれなんで、僕としては明るく楽しくできればいいなと思ってますけど。楽しい必要はないでしょう。大丈夫ですか。すいません、隣のご婦人が辛そうですよ。僕大丈夫です。ここ禁煙、灰皿ありますよ。だけど、ああ、これはね、換気で煙全部そっち行っちゃうんだよな。すいません。
席変わりましょうか。いや本当に。どうぞ。そうしてもらった方がいいですよ。すみません。どうぞ。禁煙じゃないんでしょ。大臣委員長、では皆さんこれを開いてください。これです。陪審員ハンドブック3ページです。一応決まりらしいんで読み上げます。陪審、3ページですよ。はい。陪審員の心得。陪審員の皆さんが正義のために一つの場所に集まったのは運命的なことです。何世紀にもわたって陪審制度は世界の国も。これ全部読まなくたっていいんじゃないですか。決まりなんですよ。みんな読んできてんだから。はしょっちゃうはしょっちゃうね。しまってください。会議の進め方は2つあります。まずケツを取ってそれから話し合うか、話し合ってからケツを取るか。先にケツ取った方が分かりやすいと思いますよ。ではケツが先か話し合いが先かでケツを取りたいと思います。その前にまずケツを取るかどうかでケツを取るのが先かな。ケツを取るのに賛成の人。ちょっと。はい。そんなにいちいちケツ取る必要ないよ。しかし多数決は民主主義の基本です。ケツ取るかどうかでケツなんか取ってさらば何時間かかるか。どんどん進めちゃっていいんじゃないですか。わかりました。それじゃあとりあえず被告は有罪か無罪か、これでケツ取りましょう。異議ありませんね。ありません。一応断っておきますが、有罪無罪いずれにしてもここにいる12人全員の合意がなければ評決としては成立しませんので、よろしくお願いします。では無罪だと思う人。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。無罪12。決まった。なんかあっけなかったですね。いいのかな。いや、いいんじゃないですか。あ、長く話し合うだけが会議じゃないしね。決まりでしょ。では全員一致で無罪と決定いたしました。飲みに行きませんか。来たけど会社戻んないと。そうですね、そのお茶でもいかがですかね。まあいいですね。だけど本音言うと彼女を殺してるんですよね。当然でしょう。皆さんちょっと待っていただけますか。陪審長、これでおしまいなんですか。はい。いいんですか、こんなんで。いいじゃないですか、もう決まっちゃったんだから。帰りましょう。出前どうなるんです。それがありましたね。陪審長、皆さんをもう一度集めてください。僕は話し合いがしたいんです。いや、今更そんなこと言わない。呼んできましょう。あ、すいません、ちょっと待ってください。まだ何かお話があるそうです。あ、何かって何だかよくわからないんですけど。あったんですよ。何か。こちらの方が。皆さん本当は彼女は無罪だと思ってらっしゃらないんじゃないんですか。どういう意味ですか。あの裁判を見て本当に彼女は無罪だと。あなた自分で無罪にあげたでしょ。確かに僕は無罪だと思いました。だったらいいじゃないですか。でも君が無罪だと思うなら無罪でいいんだよ。誰が見たって明白な事件もある。無罪ならいいなと思ったんです。同じことですよ。わかりました。僕は有罪に一票入れます。有罪です。おいおい君、そんな無理やり話を面白くしてどうするんだ。話し合いたいんです。僕は帰りたいんだ。私は納得してから無罪に手を挙げたいんです。とりあえず席にお着きください。陪審長。いや、とりあえずですから。だって一回全員で決まってんだから。お願いしますよ。まあ、いいじゃないですか。ほら、飲み物も汚いことだし、とりあえず話だけ聞きましょうよ。皆さんお願いします。とりあえずお願いします。なんだ。どうしたんですか。ちょっとすいません。参った。判決は出たんですけど。皆さんの意見をよく聞いて早ければいいってもんじゃないですからね。失礼しました。それじゃあ陪審長どうぞ。あ、すいません。無罪の皆さんに根拠を伺ってほしいんです。いや、あなたが一人で反対してんだから、あなたの意見を聞くのが先決じゃないですか。どっちを先に聞くか決取りますか。有罪に変えた理由を。あ、失礼。電話を。ちょっと、あ、どうぞ先続けてください。私発言させてもらってもよろしいでしょうか。どうぞ。あ、どうも。狩田と言います。あなた。はい。被告は
21歳でしたよね。そうです。21といえば青春真っ盛りですよ。青春真っ盛り、懐かしい言葉じゃないですか。ちょっといいですか。あ、失礼。しかし彼女はその年で離婚歴があり、5歳になる坊やを一人で育てているんですよ。昼はスーパーのレジ、夜はクラブのホステス。涙くましいほどの努力だ。知ってます。人生の初っ端でつまずいてしまったんですよ彼女は。そんな彼女を有罪にしてあなた、かわいそうだと思いませんか。ちょっと待ってください。心が痛いませんか。ねえ、かわいそうだとは思いますよ、だったらなんで有罪にするんですか。だからかわいそうだと思うんだったら態度で示してやってくれませんか。お願いしますよ。困ります、規則ですから。あのね、会社が僕を呼んでんだよ。外部との連絡は取れません。ハンドブックにも書いてあったんでしょう。本当、固いこと言わずにさ。困ります。はい、どうぞ。皆さん、運転手の証言を思い出してほしいんです。彼女は被害者を走ってくる車に突き飛ばした。それを当のトラックの運転手が見ているんですよね。なんて証言したか覚えてますか。覚えてます。はい、彼は車道まで出てきて口論をしている被告と被害者の姿を見つけてクラクションを鳴らしているんです。大型トラックのクラクションの音、これは相当なものですよね。彼女は聞こえなかったと言ったが、そこがどうも僕には引っかかるんです。しかも夜なんです。いやでも車のライトが目に入ったはずなんです。彼女はトラックが来ることを多分知っていた。にもかかわらず彼女は被害者を突き飛ばしてます。これでどうして無罪なんでしょうか。じゃあ聞こう。君はどうして無罪に手を挙げた。それは聞きたいね。わかりました、謝ります。あの時の僕はどうかしていました。ごめんなさい、許してください。謝られてもね、子供みたい。すいません。確かに彼女は不幸な境遇にありました、認めます。そうでしょ。でも人を殺したら罪になるんですよ。別れた夫を走ってくるトラックに突き飛ばして殺したらそれは殺人なんです。いいですか。彼女の外見にごまかされちゃダメなんです。いくら魅力的な女性であっても、いくら肌がツヤツヤしていても、人を殺したら殺人なんです。罪になるんです。一本取られたようですな。皆さんもです。同情で無罪にするのは間違いだと思うんです。ちょっと話まとめましょう。いいですか。すいません、はい、進行は自分が。ごめんなさい。つまりあなたは運転手の証言が気になると。そうなんです。それじゃあこうしましょう。無罪の人、誰かそれに関して意見を。いいですか、あんたが言ってるようなことはね、僕は別な人の意見も伺いましょう。いや、一言だけですよ。お願いします。一言だけお願いしますよ。どうぞ。月曜にしてもらおうかな。どなたか。すいません、今手帳を見てらっしゃる方、あなた。はい。どうして無罪に答えてもらえますか。嫌だ。何ですか。話す気にもならないってそう言ってんですよ。それじゃあ話し合いも減ったくれもないですよ。例えばいいですか、僕が話したところであんた有罪撤回するっていうんですか。しないでしょ。そんなこと分かりませんよ。あんたそういうタイプの人間じゃないわ。いや、僕は納得したいんですよ。つまりあなたがおっしゃりたいのもあれでしょ。ねえ、いいですか。すいません、僕は今お隣の方に聞いてるんで。なんで僕なんですか。地震が終わりのようだからです。終わり。おい、終わりってなんだよ。いや、みったらしい言い方すんな。はあ、カチッときました。答えてください。林委員長、はい、提案です。どうせなら端っこから意見順番に述べていくってどうですか。そうしますか。いや、待ってください。確かに能率的かもしれないな。あなたから。は？無罪だと思う理由をこの人に。反対側から。それじゃあ、反対側から私が言わせてもらいましょう。お願いしますよ。失敬。どうぞ。どうせ回ってくるんですからね。バシッて言ってやってくださいよ。私が無罪だと思った理由は。はい。理由がないとダメなんですか。じゃあ何ですか。あなたは理由もないのに無罪に手を挙げたというわけなんですか。あんただってそうだろうが。だから僕は謝りました。つまりだからあれでしょ、奥さんが言いたいのはですね。あなたちょっとうるさいですよ。しっけ。どうぞ奥さん。理由は、
有罪とは思えないからです。どうしてですか？だからっていいじゃないか。よくないです。どうしてなんですか？どうしてって言われた。証人がいるんですよ。彼女が殺したって証言してるんですよ。あ、ちょっと。はい。殺したとは言ってません。突き飛ばしたと言っただけです。トラックの運転手。お、正確に行こう。正確に。彼女が被害者を突き飛ばしたところを見た人間がいるんですよ。それは分かってます。それでどうして無罪なんですか？そういう見方をすれば有罪かもしれない。そういう見方をしてください。でもね。でもなんです？やっぱり無罪。理由は？理由はない。奥さん、なんとなくそんな気がするんです。なんとなくじゃダメなんですよ。無罪ですよ、ね、僕あなたに聞いてるんですよ。わかりません。わかりませんじゃないんです。もういいでしょう。ダメです。ひどすぎません。刑事の取り調べじゃないんですから。おい、この人が真犯人なのか。あんたそういう言い方だぞ。誰もそんなことは。ハマジ。あ、お、お、あ、言葉が強いんだよな。もっとソフトに行きませんかね。すいません。首トントンした方がいいですよ。ダメですよ。なんで？私はこうやって直す。いや、よくないんですよ、首トントン。いやいや、普通叩きますよね。僕は体育教師です。専門です。奥さん、上向いて楽にして。はいはい。奥さん、我々は陪審なんですよ。好むと好まざるとに関わらず選ばれたからには。あんた鼻出てる人間に何言っても耳入んないよ。はい、すいません。皆さんどうも。ごめんなさい。大丈夫です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 か？あ、はい、皆さん、とんだアクシデントが発生しましたが、本人も落ち着いております。体育の先生もいらっしゃいますんで、どうぞ安心してお座りください。たかが話ですもんね。はい、じゃあお座りください。じゃあ次の人。あなたです。私。ご意見を。パス。え？もうちょっとまとまってからお話ししたい。あ、あの、じゃあパス3回までね。じゃあお父さんどうぞ。次の人。はい。なんだか私も怒られそうだな。ほら、みんな萎縮しちゃった。もう怒鳴ったりしませんから。無罪の理由、フィーリングかな。皆さん、ちゃんとやりませんか。ちゃんと。いい加減な考えで無罪にするべきじゃないんですよ。それはあんただろう。もういいだろう。こちら謝ってんだから。いいですか？どうぞ。なんていうか、彼女は別れた旦那から復縁を迫られる手間下に口回んねえや。そうですよ。ところがこの旦那がひどいやつで、酒癖は悪いし、女に手は早いし、おまけに職がない。最低の男なんですよね、あいつは。逃げ出して当然です。つまりこういうことでしょ。あんな男死んで当たり前だと、こうおっしゃりたいわけですよ、この人は。ねえ、そういうことが言いたいんじゃなくて。お願いですから、ちょっと黙っててもらえませんか。死刑。参ったな。どうぞ。その、参ったな。お父さん、私が言いたいのは、そんな男にいきなりより戻せと言われたってこれは困ってしまうと。相当彼女も悩んでしまったのではないだろうかと。うん、そうだ。せっかく子供と二人で新しい生活を始めたわけだし、アパートも借りてね。そうなんだ、これはもう疫病神だ。で、なんだっけ。そうだ、彼女は思った。こんな男もうこの世から消えてしまい、だから彼女は夫を殺した。それでどうして無罪なんですか？そこなんですよね。矛盾してますよ。でしょ。言ってることむちゃくちゃですよ。殺せば有罪、殺してなければ無罪、どっちなんですか？じゃあ殺してない。どうしてですか？人を殺すような悪い人には見えなかったから。以上。次の人。すいません。はい。陪審長は僕。あ、ごめんね。なんかね、仕切っちゃうんだよな。副陪審委員長にしてあげれば。すいません、黙ってます。次の人。はい。私は論理的観点から考えてみました。
自分なりに事件を整理してみたんですが、聞いていただけますか。興味深いです。事件当日からいきますね。だんだん本格的になってきましたね。何か。どうぞ続けてください。事件当日4月21日の夜、被告は子供と二人で家にいました。この日は日曜日なのでクラブの仕事は休みでした。別れた夫から電話があったのが6時。どうしても会いたいので来てくれという内容でした。被告が駅前の居酒屋大自然で彼に会ったのが6時半。よりを戻す気がないことを告げてすぐに帰るつもりが、話が伸びて店を出たのが8時。しつこく付きまとう夫を振り切って彼女は家へ向かいます。ところが夫はどこまでも追ってくる。被告は走って逃げますが、自宅から500メートルほど離れた地点で追いつかれてしまう。現場は歩道を工事中のバイパスで大変人通りの少ないところです。二人はそこで缶ジュースを飲みながら再び話し合います。やがて周囲に人がいないのを確かめて、夫はいきなり被告に襲いかかった。二人はそのまま揉み合った。一瞬夫の顔に悪魔の表情がよぎり、被告は恐怖のあまりに気を失いそうになったと言っています。それはあくまでも被告側の証言ですよね。一瞬顔に悪魔の表情、文学的な表現だ。詩人なんですよ。今ね、あくまでもと悪魔引っ掛けたでしょね。たまたま通りかかった主婦が二人が争っているところを見ています。ここで被告と目撃者の証言が食い違うのですが、被告は一方的に暴力を受けたと言い、目撃者は二人は対等にやり合っていたと言っています。いずれにせよ、目撃者の主婦が現場を通り過ぎた直後の午後8時20分、被告は走ってきた長距離トラックに向かって夫を突き飛ばし、夫は全身を強く打って即死。事件の流れはこうですね。なかなか的をついてる。以上です。おしまいですか。え、あなたの意見は。今のがそうです。事件の経過を述べただけなんじゃないんですか。無罪です。だから。はい、新長。はい。発言してもよろしいでしょうか。どうぞ。要はその証言が食い違うところで、どっちの証言を取るかにかかってるんじゃないですか。問題はそこだ。つまり彼女が夫を突き飛ばしたことはみんな認めてるわけです。あとは彼女の取った行為が正当防衛かどうかね。僕の言ってること間違いありませんよね。裁判の焦点もそこでした。被告の証言を信じれば、彼女は散々夫に暴力を振るわれ、よりを戻さないと殺すとまで言われた。トラックが来た時に彼女は押し倒される寸前だった。生命に危険を感じた彼女は力いっぱい旦那を突き飛ばす。トラックの存在すら気づかなかったって言ってるんです。もしその話が本当だったら、当然彼女は無罪だですね。そうです、うん、でも目撃者の証言は違います。現場を通りかかった主婦の話では、むしろいさかいの主導権を握っていたのは女の方だったと言ってるんですよ。いや、僕はあのおばさんの証言は信じられないな。なぜですか。あれはね、ただのおしゃべりなババアだと僕は見た。信頼できる証人ですよ。ああいうおばさんってのはね、皆さん知ってるでしょう。あることないことくっちゃべるんですよ。どこまで本当のこと言ってんだか分かりゃしないんだからね。証言をもう一度検討してみましょう。あの日証人は親戚の家に行った帰りに現場を通りかかったんです。そうですよね。そうです、うん、現場では男と女が激しく口論をしていた。二人は歩道からはみ出してほとんど車道に立っていたわけです。証人は何事かと思って立ち止まる。その時に彼女は聞いてるんですよ、うん、女が男に向かって死んじゃえ、そう、死んじゃえと叫んでいるのを。被告は言ってないと主張しています。そう、証人は関わり合いになるのを恐れて現場を離れました。その時に反対車線を走ってくるトラックを証人は見ています。トラックとすれ違った直後、証人の背後でクラクションと急ブレーキの音が聞こえた。振り返ってみると、急停止したトラックの前に男が倒れ、その脇に女が佇んでいたんですよ、被告に殺意があったとは思えませんか。思えない。死んじゃえって叫んでるんですよ。でもね、証人がそう言ってるんですよ。だけど、どうしてこれで正当防衛が成り立つんですか。いや、ちょっと少しは僕にも喋らせてくださいよ。そちらのことあまり興奮しないようにね。ああ、すいません。要はどっちの証言を信じるか、これだと思うんですよ。僕は被告の話を信じるな。なぜですか。え、被告は21歳で美人でスタイルもよく、証人の主婦は年まで太っていて油ぎってるからですか。そう、当たり、ピンポーン。なぜって言われてもね。フィーリングでしょ。お父さん、被告は嘘をついてないと思います。
理由は？じゃあこう質問します。目撃者の主婦はなぜ嘘を？可能性のことを考えてください。被告と証人、嘘をつく可能性が高いのは一体どっちなのか。目撃者の主婦には嘘をつく理由は全然ないんです。でも被告はそうじゃない。偽りの証言をすることで殺人罪が正当防衛に、無罪になるんですよ。偽りの証言ではありません。どうしてわかるんですか？私にはわかります。あなたは人の心が読めるんですか？顔を見れば嘘をついてるかついてないかくらい。あなたは超能力者だって言うんですか？経験でわかるんです。そいつは面白い。は？じゃあ一つ当ててもらいましょうか。私の言ってることが嘘か本当か。やめませんか。それって意味のあることですか？この人はわかるとおっしゃってるんだから。いいですよ。私の職業は歯医者だ。嘘か本当か答えてください。本当です。うん、銀行員だよ。あなたの一体どこが論理的なんですか？山間でただ無罪と言ってるだけじゃないですか。あ、その辺で。ただこう思ったとか、なんとなくそう感じたとか、そういうことじゃなくて、これこれこうだからこれ以外には考えられないって論理的に話すってのはそういうことなんです。もっと身のある話し合いがしたいな。うん、聞かせてもらえますか？どうぞ先続けてください。あなたの意見を聞かせてください。順番が来たらね。いや、いいんじゃないですか。どうぞ。私の意見は簡単です。今回の場合、被告の有罪を証明するのに一番大切なものは何ですか？ん？殺意です。その通り。つまりポイントは被告に殺意があったかどうか。そうです。しかし残念ながら検察側は殺意を立証できなかった。死んじゃえと叫んでるんですよ彼女は。私だってしょっちゅう言ってますよ。死んでしまえとか殺してやるとか。そうなんですよね。これは日常使う言葉ですからね。彼女は実際殺しているのかもしれない。しかし立証は不可能です。だから無罪。うまいことやったわけだ彼女は。そういう言い方はどうかな。そうは思いませんか？あの証言では不十分だと言うんですか？不十分だよ。私は被害者のことが言いたいですね。はっきり言ってあいつはクズですよ。人間の。そこまで言います？当たり前ですよ。30過ぎた男が仕事もしないで女に飯食わしてもらう、これは何事ですか？そうでしょ。そんな野郎はね、遅かれ早かれトラックに轢かれて死ぬんだ。それはちょっと言い過ぎじゃないですか？いや、そんなことないですって。だいたいあの野郎はね、一人でいると食いぶちがねえもんで寄り戻そうって言ってきたんですよね。愛なんていうもんはね、もうくれっぽっちもねえんだから決まってますよ。そんな野郎殺したからってね、あんた有罪になっちゃたまんないですよ。殺意の立証とかなんとか言ってますけどね、私はたとえ有罪でも無罪だな。これだけ言ってきます。随分とまた偏った意見だな。ああいう男で綺麗なんですよ。綺麗でしょ。順番があっちこっち行っちゃったんで元に戻します。どこで終わったんでしたっけ？私です。じゃあ次の人。大方のことはさっきそこにいる銀行員の人に先に言われちゃったんですが、要はそれなんですよ。あ、うまいな。山路、なぜどう意見だったから付け加えることはないでしょう。まいな。じゃあ次の人。何度も同じことを言いたくないんですか？あなた分かりましたから次の人。人が人を裁く、それは大変なことです。生半可な気持ちではできないし、やってはいけません。被告は被害者をトラックに突き飛ばして死に至らしめました。しかしそれは正当防衛です。しかも殺意の立証ができない限り被告を有罪にすることはできません。よって私は無罪を主張いたします。ちょっとそれいろんな意見くっつけただけじゃないですか。バレました。僕の意見入ってたもん。よくないよ。もうよくわかんない。頭が整理できないの。陪審って難しいですよね。まあいいでしょう。そうね。あと発言していない人はこの人。あ、すいません、会議に参加してもらえますか？お願いします。
無罪です。理由は？問題は正当防衛が成り立つかどうか。その話はもうしたよ。成り立たない場合は殺人罪、ただしその時は執行猶予がつく。執行猶予？情状酌量の余地があるということです。どうせ刑に行くさないんだったら最初から無罪でもいいんじゃないですか。そりゃそうだな。なんでいけないんですか、無罪だと。いや、それでは法律というものがどっちみち執行猶予になるんですよ。いや、そうかもしれませんが。だったら面倒な手続きはやめて無罪にしとけばいいんです。正論だな。これは反論のしようがないな。いや、待ってください。どうせ執行猶予になるんですよ。そうだよ、執行猶予になるんだよ。それでもあんた有罪にしたい？何が何でも彼女に犯罪者のレッテルを貼りたい。いや、あなた彼女に恨みでもあるんじゃないんですか。ご意見を。まだ有罪だと話し合いましょう。そればっかりだな。困りましたね。ケツでも取りますか。あんたもそればっかりだね。ケツ取りましょうね。ただし今度11対1だったら有罪の人は諦めるね。待ってください。もうこれしかないって。いくら話し合ったってほら、拉致開かないんだもん。ちょっと、これ意見まとまらなかったらどうなるんですか。評決不一致ということで陪審を変えてやり直しです。それでもいいか。いや、いけません。我々には話し合う義務があるんですよ。じゃあ今のは受け入れてくださいよ。出なかったら潔く無罪にするんですよ。どうする。わかりました。よし、検査を取ってください。ただし一票でも有罪が増えていたら話し合いを続けましょう。それはどうかしら。だってそれでいこう。では決を取りたいと思います。無記名投票でお願いします。あ、わかりました。ボールペン配りましょう。すいません、私あっちから配りますから。じゃあこれ半分。はい。あ、奥さんも。あ、すいません。大丈夫ですか。はい、大丈夫ですか。お願いしますよ。前身長、はい、その前に一言だけ言わせてください。どうぞ。皆さん、陪審制度についてもう一度よく考えてほしいんです。なぜ我々は集められ、なぜ我々はここにいるのか。制度自体は素晴らしいものです。人間を裁けるのは人間だけなんです。12人が経験と知恵を振り絞って話し合えば必ず真実が見えてきます。12人の一般人は1人の法律家に勝るんです。そんなことはハンドブックに載ってるの。皆さんよくご存知なのよ。でもいいですか、どんなに素晴らしい制度であっても誤った使い方をしては何にもならないんですよ。ちょっと紙回してもらえますか。皆さん、陪審員としての誇りを見失わないでほしいんです。真実だけを見つめてください。人を憐む気持ちは大切です。でもいいですか、罪を憎む気持ちも忘れないでほしいんです。みんな耳を下げ。どんな理由があっても殺人は罪なんです。罪を犯した人間は刑に服さなくちゃいけないんです。そのことをどうか忘れないでください。以上です。気が済んだかね。配ってもいいですか。どうぞ。はいはいはい、どうぞ。有罪にしてあげましょうか。うーそ。どかさないでくださいよ。罰当たりますよ。ね、でもさっきの演説感動的だったからな、一票ぐらい入ってんじゃないですか。全員有罪だったりして、やばいな。あれ、無罪の無は竹脇無我の無でよかったんだよな。書き終わったらこの箱に入れてください。お願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。はい、はい、はい、どうぞ。お願いします。お願いします。はい、どうぞ。はい、それでは開票します。有罪が2票、またはそれ以上の時に限って話し合いを続行するということで。あ、私書記やります。なんか生き生きしてますね。読み上げます。有罪。いや、あの人の分でしょ。あんたはいいんだよ、書かなくても分かってんだからね。あと1票、ね、ない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 。続けて。無罪無罪無罪。随分小さく立ったんだろこれ。オタク根本的に好きだねこういうの。無罪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 有罪。え、
これだよ。参った。話し合いましょう。無罪、以上。有罪の人、手を挙げて。一応無記名投票ですから。この際聞いておきたい。ちょっと、誰なんですか。たまぜだおい。ということで、有罪に無罪11です。これ一つ多いですよ。足して13になります。本当だ。どういうことですか。誰か2枚書いたな。ちょっと待ってよ。君か、まさか。誰なんですか、こういうふざけた真似するの。名乗り出なさい。出なくていいです。だってこれずるっこですよ。ずるっこでもルールはルールです。誰なんですか。答える必要ないです。悩んだ末につい有罪と無罪2枚書いちゃったんじゃないかな。この人だ。私じゃないよ。ちょっと待って。ほら、この有罪の紙よく見てくださいよ。2枚とも同じ字だ。ほら。あらま。この有罪のこの罪っていう字ねえ、同じでしょ。これ同じ人が書いたんじゃないの。間違いないな。お兄さんさ、勘弁してよ本当に。ね、話し合いましょう。ほらまた驚いたな。驚き通り越しちゃってるよ。もう何者だあんた。そこまでして有罪にしたいんですか。話し合いたいだけなんです。陪審長、評決は出たんじゃないですか。ですね。有罪はお宅だけ。約束通り降りてもらいますよ。決まり。待ってください。ずるっこはよくない。もっと話し合いましょうよ。陪審長、というわけで約束ですから無罪に変えてもらえますか。何かが間違ってます。あんたが間違ってるんだよ。陪審長、いいでしょ。陪審長、ここは慌てて結論出すべきじゃないと思うが。と言いますと。無理やり彼に無罪と言わせてそれで全員合意ってのは乱暴だな。でもね、約束したんですよ。投票で他に有罪がいなかったら諦めるって言ったんですよ。うん、私聞いてなかった。おい、言ったんですか。言ってません。ちょっとあんた、行け、サージャントだ。そんなないんだからさ。言ったと認めてしまいなさい。いいから。確かに言いましたが、でもそれは。わかりました。陪審長、無罪撤回。私有罪に入れる。あ、有罪に無罪10、これで問題ないわけだ。討論続きましょうか。どういうつもりですか。こだされたんだよ、彼の演説に。殺意が立証できなければ無罪だって言ってたじゃないですか。今でもそう思ってます。だったらどうして。私も話し合うの嫌いじゃないんでね。矛盾してません。もっと論理的な人だと思ってました。どれだけ私のことを知ってるって言うんです。まいった。この人にはね、有罪とか無罪とか関係ないんですよ。議論するのが楽しいだけなんだ。でしょ。うん。え、はあ、休憩にしましょう。講義来ました。手伝いましょう。すいません。やりますよ。お願いします。どうすか調子。え、まあまあです。フルーツパフェの柿。パフェ。ありました、そんなもん。間違いかしら。それ、私。ずいぶんでっかいな。これぐらいの想像してたのに。じゃあ頼みましたよ。電話もありませんからね。アイスコーヒーの方。あ、はい。はい。どうぞ。そうです。バナナジュース。はいはい、バナナジュース。メロンソーダありますか。はい、そうです。あ、すいません。はい、いただきます。持ってあるんですか。要点は。はい、どうぞ。これのうまいよ。気味悪いな。高花田頑張っとるね。横綱になると思います。なりますね。これ早いと思いますよ。今横綱の最年少記録っての誰でしたっけ。確か北の海。待ってください。メモってあるんですか。え、何でも書き留めておくんです。すごいな。あ、ありました。横綱の最年少記録は北の海の21歳と2ヶ月。高原田超えるかな。行くんじゃないですか。私も行くと思うな。え、若原田は、誰もなるんじゃないですか。横綱になりますね、間違いなく。 どっちが早いと思います。そうだな。弟じゃないですか。だけど若原田も結構強いですよ。どうぞ。技持ってるからな、兄さんの。そうそうそう、弟だと思います。こいつはなもんだな。
あなたどちらだと思います？いつでも取ってみますか。ねえ、やりますか。好きだね、やっぱり。先に横綱になると思う方に手を挙げてください。高花田だと思う人。若花田。君とはうまくやっていく自信がないや、私は。皆さん、相撲が何なのかご存知ない？ちょっと取引しませんか。ねえ、僕たちみんな若花田に変えますから、あなた無罪に変える。そりゃいいやんだね。ダメか。本当わかんないね、あいつ。あの、はい。お若いのにしっかりされてますね。そんな。立派だわ。ここ、え、ボタン外れかかってますよ。ああ、直しますから脱いで。帰ってやりますから。針と糸持ってますから。ああ、すいません。どうぞ。私ね、正直言ってよくわからないんです。まだ本当はあなたの方が正しいのかもしれないし、多分そうなんだわ。じゃあ若花田ですよね、絶対。一つ質問してもいいかね。ああ、どうぞ。君確か正当防衛について話したね。ええ。正当防衛だから無罪ということは、正当防衛じゃないことを証明すれば有罪に変えるわけだ。でもね、君は理性で物を考えるタイプだ。当然だね。いや、まあね。証明できるんですか？正当防衛が成り立つのはどんな時ですか？被告に生命の危険のあった時です。今回の場合それはなかったと私は思う。理由説明しましょう。一つ、あの夜被害者は酔っていた。被告と会った6時半の段階で彼は相当出来上がっていたと言ってもいい。これについていろんなある人。いや、ないんじゃないですか。で、何が言いたいんですか。つまり被告は泥酔した男を突き飛ばしたんですよ。そうですよね。私が話しているの。あ、すいません。いくら襲われたとはいえ、ヘベレゲになった男を車に突き飛ばして、果たして正当防衛と言えるのか。確かにそうですね。でも酔っ払うと乱暴するタイプの男だったんでしょ。そう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 、やつは知らんだったですよね。うん、酒が入ってたからこそ凶暴だった。そうとも言えるんじゃないですかね。二つ目。すいません。何ですか。今休憩時間じゃないんですか。いいんですか、そういう話しても。小学校の時間割じゃないんだから。一応けじめですから。いいんですか。ま、飲みながら聞きましょう。どうぞ。被害者は被告を走って追いかけた。酒の入ったからだ。追いついた時にはクタクタになっていたはずだ。走ったかどうかわからんでしょう。早足かもしれんし。店から現場までどのぐらいの距離があったか正確な数字わかりますか。控えてあると思います。二人が店を出たのが8時。事件残ったのは20分後。店の前でしばらく揉めていた時間、これを5分とします。現場で追いつかれた後も二人の間にはやり取りがあった。5分とします。20分から5分と5分を引いて、はい、残り何分ですか。ごめんなさい、ちょっと聞いてなかった。移動に費やした時間は約10分です。わかりました。約2キロ。2キロを10分。これは直線距離。え、うん、実際はもっとあったわけだ。こう2キロ半としましょう。2500メートルを10分です。60秒で250メートル、6秒で25メートル、1秒約4メートルちょっと。こりゃ相当な早足だ。もはや早足じゃない、何ですか、駆け足だ。彼女に追いついた時に被害者はもうメロメロになっていた、そう言ってもいいでしょう。そんな男を車に突き飛ばして、果たして正当防衛と言えますか。いや、でもですよ、同じ距離を彼女も走ったわけだから条件は一緒じゃないですか。男も弱ってたけど女も弱ってた。だから、あれ、何ですか。違う、彼女弱ってないや。そう、被告は学生時代陸上の選手だった。そうでしたっけ。
確かに長距離をやってたって言ってました。県大会でいいとこまで行ったんですよね。聞いてないな。眠ってたんじゃないですか。言ってましたよ、弁護士が被告の経歴を述べるところで、うん、ああ、あの辺は寝てたかもしれません。つまり彼女は走るのはお手のもんだと。21歳の元陸上部の女性と酒に酔った上に 2.5 キロを走らされてメロメロになってしまった中年男、これでも正当防衛が成り立つと思いますか。反論してやんなさいよ。負けちゃダメよ。ちょっと考えさせてください。お話を聞いていて一つだけ納得できないことがあるんですけど。どうぞ。酔っ払ってメロメロになるとは言いません。ヘロヘロとかヨレヨレが正しいんじゃないでしょうか。メロメロとはあの子にメロメロとかそういう時に使う言葉だと思います。あー帰りたい。あの子結婚してるのかな。え、してるしてる。子供んでね、あの体は。行きましょうか。証人の主婦が聞いた言葉、被告は被害者に対して何と叫んだか。死んじゃえ。それ言っちゃうんですか。確実ではないが殺意を立証する要素だ。だけどあなた自分で言ったじゃないですか、普段でも使う言葉だって。死んじゃえ。殺してやるではなくて死んじゃえ。ここが問題なんだ。いいですか。確かに殺すぞ、これは普段でも使う。殺されたいか、これも使う。ところが被告は何と言ったか。死んじゃえ。普通殺すぞという場合これは威嚇だ。もちろん殺すつもりはない。ところが死んじゃえの場合どうか。死んじゃえにはより具体的な意思が込められてる。殺すぞは家庭、死んじゃえは意思です。彼女は殺すつもりで言ったんだ。そうか、殺意はあった。でもおかしいですよ。私なんか主人が疲れて帰ってきて、ああ死にそうだとか言ったら平気で死んじゃえ死んじゃえって言いますよ。私もよく言われるねえ。だけど行為は伴わないな。それは皆さんの家庭がうまくいってるからですよ。被告と被害者の関係は全く別なんです。どうです、これでもまだ正当防衛だと言い張りますか。言いたいな。根拠は。やっぱりそうだな、僕は被告の話を信じるな。彼女は死んじゃえなんて言った覚えはないって言ってるわけです。認めてしまえば彼女は殺意を肯定することになってしまう。ああそれにそうですよ、元陸上部って言ったって結局あの日は旦那に追いつかれてるわけだから、追いついたってことは旦那はそれほどへばってなかったとも言える。彼女が生命に危険を感じても不思議じゃないと思うな。ということはやっぱりあれですか、正当防衛。それそれそれ成り立つと思うけどな。わざと追いつかれたとしたらどうでしょうか。どういうこと。ははなんだそりゃ。もうやってるんですか。始まったら始まったって言ってくれなきゃ全然わかんないよなあ。すいません。あなた。はい。あなたさっき言いましたよね、裁判で有罪になっても執行猶予がつくと。ええ。どうせ執行猶予がつくんだったら最初から無罪にしておけばいいと言いましたよ。計画殺人でも執行猶予はつくんですか。いや、つかないね。計画殺人だと言うんですか。その可能性があるんです。もういい加減にしなさいよ。おい、ね、もういいよ。おい、皆さん、すいません、ちょっとこれを見てください。これは事件のあった町の地図です。ここに駅があります。そしてここに店があって。どこが駅だって。これが駅です。線路は。線路はこれです。皆さん、検察側が説明に使った地図をよく思い出してください。彼女はこんな地図じゃなかったよ。全然違いますよ。曲がってましたよね。これは省略して書いてるんですよ。でも、ただな、大きなお世話です。線路はこうでしょ。私書きますから。もっと綺麗に書いてあげなさい。はい、お願いします。で、何が言いたいんですか。事件のあった現場は人気のないバイパスなんです。しかも夜になるとスピードを出した長距離トラックの通る道なんです。まさに被告が被害者を殺すには絶好の場所なんですよ。彼女は逃げるふりをして被害者を現場へと誘導した。そうは考えられないでしょうか。無理があるな。しかしそんな都合のいい場所で追いつかれるなんて、これあまりにもできすぎてます。僕の推理です。彼女は居酒屋で夫と話をしているうちに、これは殺すしかないと思い立った。もしくは店にやってきた時にすでに犯行を計画していたか、どちらかなんです。彼女は話を切り上げて店を出る。案の定夫は後を追ってくる。全ては計画通りなんです。そして彼女は逃げながら夫を現場へと導いた。推測に過ぎないね。すいません、
皆さん、ここに店があります。そしてここに彼女の家があります。普通ならですよ、この駅前通りをまっすぐ行ってここを曲がれば彼女の家に着くんです。これが最短距離なんです。ところがあの日彼女の通った道順はまずここ曲がってるんです。そして次も曲がってます。そしていろいろ通ってこのバイパスに出てるんです。えらい回り道なんです。おかしいと思いませんか。そして現場はここです。要は彼女ここに来たかったんですよ。目的地はここだったんです。別れた旦那に家を知られたくなかったんじゃ。だったら全然違う方向に逃げてもよかったんじゃないんですか。彼女知ってたんですよ、このバイパスが人通りが少ないこともトラックの行き来があることも。考えすぎだそんなのは。他にどう考えればいいんですか。あんたね、物事ひねくれて取りすぎるよ。だったら納得のいく説明をしてください。いいよ。ここが公衆だったんじゃないの。だから回り道したんだよ。そんな記録はどこにもありませんよ。彼女は逃げるんで精一杯だったんだ。走るのは得意なんじゃないんですか。迷ったんだよ道に。家の近くですよ、どうやって迷えるんですか。あいや、こういうなんだよてめえ。現場にいたのか、彼女と一緒に走ったのか。ちょっと見てもいないのにな。知ったような口を叩くな。冷静でお願いします。事実を辿っていくとそうとしか考えられないんですよ。事実がなんだよ。俺は自分が見たものしか信じない。俺は彼女を見た。あの人はな、人を殺せるような人間じゃない。俺は自分の目を信じるしかねえんだよ。やめてくださいん。大きな声出さなくたっていいじゃないですか。もっと仲良く。喧嘩はたくさんです。別に喧嘩してるわけじゃないよ。我々は議論をしていたんです。いいんですけど。まあ落ち着いて。すいません。確かに声は大きかったかもしれませんね。冷静に行きましょうね。あの人の声が一番でかいでしょ。なぜ被告は遠回りをして逃げたのか。確かに考え方はいろいろある。問題はだ、走るのに自信があった被告がなんで追いつかれたのか。君はそこに作為的なものを感じたわけだ。あ、そうなんです。となるとこれは明らかに計画的な犯行だな。うん、どう思う。いや、もうちょっと考える時間欲しいな。君は。そういう考え方もできますね。あなたは。有罪です。ちょっと陪審長、私有罪に変えます。理由を説明しなさいよ。論理的に考えて有罪だと思うんです。そんなの理由になりませんよ。もしも計画的な犯行だとしたら情状酌量の余地もないわけですよね。そうです。有罪です。なんかもう悲しくなってきちゃったな。他の皆さんはどうですか。こりゃやってるな。おい、有罪に変えますか。もうちょっと考えさせてね。奥さん、あなたは。僕の話聞いてました。はい。どう思われました。ひどい話だと思いました。その通りです。わざと逃げるふりして追い込んで殺すなんて、そんなひどいことを考える人がいるなんて、ちょっとショックです。わかります。そんなひどいことを考える人は多分心が歪んでるんだと思います。あなたの心は歪んでます。僕？心がねじくれ曲がってるからそういうふうにしか見えないんだと思います。あ、待ってください。無罪です。奥さんスリル満点だね。どういう意見だな。どうぞ。別にあなたをひどい人だとは思わないけれども、彼女はそんな冷酷な人間じゃない。外見に惑わされてるんじゃないですか。いや違う、根拠がある。聞かせてください。途中で言ってること分かんなくなったらごめんなさいよ。どうぞ。彼女は自動販売機でジュースを買ってるんだ。確かジンジャーエールだ。きっと走り疲れてダウンしちまった旦那見るに見かねたんだ。なんて言うんだあれだ、敵に塩を送ったんだ。これ一つ取ってみてもあの人は心の優しい人だと思うんだ。わかりますか言ってること。つまりジンジャーエールを。わかったよ。もうこうも考えられませんか。
それも計画の一つだった。おい缶ジュースを買って安心させてやり、気が緩んだところを突き飛ばすんです。やっぱりこの人はねじくれ曲がってる。奥さん、どうしてそういうふうにしか考えられないんですか。僕は可能性の話をしているんです。あの方は人を殺すような方じゃありません。あの人はいい人です。少なくともあなたよりは奥さん結構聞いてますよ。僕は何と言われようと構いません。信念があります。彼女は有罪なんですよ。ということは有罪3に無罪9ですか。大臣委員長。はい。私無罪に変えたいと思う。え、変えるんですか。待ってください。無罪。どういうつもりですか。だから言ったでしょう、私は話し合いを続けるために有罪にしたんだ。役目は終わった。じゃあ今まで話したことあれ何だったんですか。あれはあれで正しいと思いますよ。ただしいかんせん机上の空論、あれで納得する人の気が知れない。こちらの立場はどうなるんですか。影響を受けやすいね君は。じゃあどうすれば有罪に。何度も言うようだが要は殺意の立証です。しかし今さら。何でもいいんです。殺意を証明するほんのちょっとした事実が見つかれば私は自信を持って有罪に入れる。ということは有罪人に無罪10ですか。どうしましょうか。休憩。いや、そんな休憩ばっかりとっててもあれですから。それじゃ一ついいですか。どうぞ。とにかく私にはあの女性は計画的に人を殺すような人間には見えなかった。同感。彼女がどう見えたかなんてもう忘れませんか。何言ってるんだよ。それが一番大切なんですよね。いや、そんなことはどうでもいいんです。あら、私が言いたいのは例えばピザのことなんです。ピザ。そう、あの人は家を出るときに子供がお腹を空かせないようにってピザの出前頼んでるんだ。そうでしたよね。ええ。別れた旦那から呼び出しの電話もらってあの人もう頭の中しっちゃかめっちゃかだったはずだ。でもね、ちゃんと子供のことは考えてた。これ一つ取ってみてもね、彼女はやっぱり心の優しい女性だったとこう思うんですよ。母親としては当然なんじゃないんですか。できない母親だっていますよ。でもそれで無罪っていうのはどういうもんですか。そうなんです。考えてから物言ってください。はい。その今の話本当ですか。え、何ですか。被告が出かける前にピザを頼んだっていうのは。そんな風に言ってましたよ。気逃してだな。寝てたんじゃないんですか。確かですか。教えません。あなた敵ですから。そういうのはよくないね。でも言ってたことは確かです。覚えてます。私、あの日は子供と二人で外食をする予定だったのですが急に電話で呼び出されたので子供にはピザの出前を。確かドミソピザでしたよね。そうそう、30分で来なかったら半額になるところです。うん、そうですか。めったに送れないんですけどね。何が引っかかるんでしょうか。ピザを頼んでいたというのは帰りが遅くなるのを予測していたってことになる。現に彼女はその日は警察に泊まって家には帰れなかった。被告は居酒屋で被害者と会った時最初は早く帰るつもりだったと答えてる。だったらなんで子供にピザを頼んでから出てきたのか。おかしいと思いませんか。余計なこと言っちゃいましたかな。家を出る前から殺すつもりだったんです。最初から計画してたんです。そうですね。皆さん私のことをとんだひねくれもんと思いだろうが有罪に一票。もう好きにやってくれよ。納得しましたよ。おい、有罪です。ちょっと裏切ったな。いや、そういう問題じゃないでしょ。彼女は明らかに殺してる、それも計画的に。あなたは陪審長、ケツを取ってください。わかりました。配りましょうか。これ有罪無罪丸で囲むだけでいいように書いておきましたから。それ全部書いたんですか。ええ、すごい労力。ここは挙手で行きましょう。その方がそれぞれの立場が分かりやすいですから。では無罪からいきます。無罪だと思う人。1、2、3、4、5、
6。有罪の人。そこの上げたり下げたりしてる人。有罪。無罪6、有罪6。まいった。さあ話し合いましょう。えらいことになっちゃったな。どう進めますか。ちょっと待って。その前に無罪の人、表に集合。え？早く作戦会議。行きましょう。頼りねえやつばっかりだな。お宅どうなのよ。あと一人は？え？ああ、陪審長呼んできましょう。ああ、いいですいいです。始めましょう。はい。見て見て見て。いいですか？ここは踏ん張り時です。どう考えても正義はこっちなんだから負けちゃいけませんよ。え？あのね。僕は会社で会議ってやつを嫌というほどやってるんでよくわかるんですが、こういう時は。だんまり作戦、これに限りますよ。何ですか？最近僕発言してないでしょ。会になったんですよ、会に。あのね、論理で攻めてくるやつに対して理屈で対抗したってこれダメなんだな。ここはだんまり、これ一問。なるほど。でも会社でうまくいってもここでは同じですよ。で、評決不一致に持ち込む。え？あとは別の陪審選んでもらって好きにやってもらいましょうよ。賛成です。いやだけどここまでこじれたんじゃ俺後には引けねえな。あんた何言ってんだよ。私にも意地がある。私も反対だな。同意見。あんたどっちなんだよ。別の陪審がもし全員ねじくれ回ってたらどうするんだよ。そうそう、私たちがいるんだから私たちが頑張らないと。賛成。いいですか、結論は悔いのない人生を。これだ。いい言葉だ、悔いのない人生を。解散。始めてください。再開します。ごめんなさいね、ユーザーに帰っちゃって、はいはいはい、ほら、6対6で。さあさあ、皆さんこっちですよ。はい、私のそばから離れないでくださいね。すみません、そこと席変わってもらえますか。ね、どうぞ。無罪の皆さんにお聞きしたい。被告の殺意が証明されたのにどうしてまだ無罪だと言い切れるんですか。納得のいく説明が伺いたい。殺意証明されたんですか。何を聞いていたんですか。ピザの一件で明らかだと思うが。あ、そうか。つまりこういうことじゃないですか。無罪の皆さんの考えは殺意は認めるけれども有罪にするのは忍びないとね。そうなんですか。かわいそすぎる。じゃあ殺意があったことは認めるんですね。どうしてもっていうのならね。殺意があれば有罪なんですよ。ほう。じゃあどうすれば有罪に変えるんですか。だから私は最初から言ってるでしょ、有罪でも無罪だと。話にならない。皆さん心が優しいんですよ。他の人もそうなんですか。奥さん、あなたは頑張って。あなたはどうなんですか。無罪。殺意は認めるんですか。認めない。どうして。栗が。栗がそう言ってます。栗が何か言うんですか。栗が物を喋るんですか。あなたには聞こえるんですか。ジョークだよ。僕は聞いたことはない。いや、最低レベルのジョークなんだからね。マジになってどうすんの。その調子ですよ。彼らとまともにやり合ってもしょうがない。あの、皆さんが被告に同情する気持ちはよくわかるけど、僕は彼女を同情に値する人間だとは思わないな。ちょっと厳しい言い方しますよ。若いのに不幸を背負った女性はいくらでもいる。みんな幸せになりたくて頑張ってんですよ。だけど人は殺さない。人を傷つけなくても幸せになる方法はある。でも彼女は殺してしまった。一番楽な方法を選んでしまったんですよ。それでも同情できますか。負けるなよ。それでも無罪と言い張れますか。皆さん、もう一度言います。被告が罪を犯したと思ったならば有罪に入れるべきだ。
被告に同情する気持ちがあるのにどうして被害者に同情しないんですか。死んだもんは死んだもんだ。被害者の家族はどうですか。彼にも両親はいます。被害者の母親は息子の元気な姿を見る権利があるんですよ。父親はたとえどんなに出来が悪い息子にせよその子の声を聞く権利があるんですよ。そんなの私に言わせりゃ自業自得だね。何がですか。クズを産んだ母親も悪けりゃクズに育てた父親も悪い。くどいようだがあいつは死んで当然の男なんだよ。なんでそれが分かんないんだ。あなたおかしい。え、被害者に何か個人的な恨みでもあるんですか。ある。知ってるんですか被害者を。事件の関係者に知り合いのいる人は陪審にはなれないはずですよ。え、知ってるんですか。冗談だよ。知るわけねえだろ。あんた神さんはいますよ。よかったな。名前は関係ないでしょう。言ってみ。よしこですが。何よしこだ。あなたね。この幸せ者が。俺は言っとくけど独り身だ。自慢じゃないがこの年になるまで一回も浮いた噂はない。何が言いたいんですか。あのクズは俺と同い年なんだよ。別にやきもち焼いてるわけじゃないけどさ、こっちがチョンガーで頑張ってるのに奴は若い女とくっつきやがって。俺はね、なんだ、ケンジの論告あれ聞いてるとこからムカッパラ立ってしょうがなかったよ。どういうわけかあいつと俺っていうのは共通点が多くてね、田舎は近いしこっちに出てきた時期もほとんど変わんねえ。なのにこの差一体なんだ。あいつは他にも何人も女がいたって言うじゃねえか。よっぽどの二枚目なら俺はまだ納得する。でもな、なんだよありゃ。現場の写真見たけどさ、死んでるの察しいてもあれはひどい顔だよ。あなた、なんすか。死人に対してそういう言い方。この中にあいつの親戚いたら勘弁な。でもね、俺は不思議でならねえ。なんであんな顔に女が惚れるのよ。バカにするな。なんで俺だとダメなんだよ。裁判中ずっと俺はそのこと考えてたよ。年収だってこっちの方がいいし、背だって高い。実家に帰ればね、山だってあるんですよ。今親父の名義だが、いずれは俺のものになるんだ。今度みんなで遊びに来てよ。もう分かった。死んで当然なんですよ、あの野郎は。そうでしょ。あの顔で女作ったのが第一の罪、それで女捨てたのが第二の罪だ。俺がどれだけ苦労してるか教えてやりたいですよ。たまらんですよ。アルトバンシステム入ってもね、相手見つからんのんですよ。誰か分かりますか、システムのお世話になった人。いい加減にしなさい。何すか。我々と君は赤の他人だ。愚痴なんか聞きたくもない。辛いお気持ちは分かります。バカ言え。分かります。初対持ちが何言ってんだよ。今は一人です。別居中なんです。だからなんだよ。皆さんそれぞれに辛い思いをされてるんです。あなただけが特別じゃない。個人的な問題を持ち出すのはこれで終わりにしましょう。何様だ。言っておきますが、私もあそこの会員です。いいご縁かもしれないね。え、私用がありますのでこれで失礼します。は？楽しいお話ありがとうございました。ちょっと待って。ちょっと、どこ行くんですか。話して。途中で帰るわけにはいきませんよ。もうたくさんなんです、こういうの。怒ったりわめたり息が詰まる。落ち着いてください。私の意見なんて聞かなくていいです。どうせ大した意見持ってないんですから。いや、そんなことないですよ。有罪とか無罪とか聞くのも嫌なんです。有罪なら有罪で結構、縛り首でも何でもしちゃってください。ちょっとやけになってどうするんですか。お願いですから、お願いですから、席に戻ってくるお願いですから、席に。すいません、大丈夫です。私向いてないんです、議論とか会議とかそういうの。なんで
私が陪審員に。でも選ばれたからにはね、体質が合わないんです。申し訳ないです。断らなかったんですか？理由がないからダメだって。私係の人に言ったんです。私を陪審員にしても一言も喋りませんよって。そしたらそれでもいいって。まさか。言いました。本当ですか？言いました。何ですか？私は甘いもんも食うけど酒だって飲むんだ。いけませんか？いや、あなたね、よくやってたと思いますよ、あなたね。私が何をやったって言うんですか？何もやってない。いい加減なこと言うと怒りますよ。いや、ごめんなさい。限界なんです。もうやってられない。本当、息が詰まるんです。呼吸できないんです。だから帰ります。いやいや、ここまで頑張ったんだからもうちょっとの我慢ですよね。なんとか早く終わらせるよう努力します。最後まで頑張りましょう。ほら、パフェだって。ほら、これ まだこんなに残ってるんじゃないね。食べたら帰ります。まあまあ、そう言わずに。陪審長、ケツを取ってください。ケツの陽性が出ました。反対の人いませんね。反対。理由を聞きましょう。何回ケツ取ったってね、同じことだよ。そんなこと分かりませんよ。少なくとも僕は意見を変えるつもりはないし、あとは氷結不一しかないでしょ。あなた、さっきから一体何を書いてるんですか？見せてください。陪審長、こちらの方は何かいたずら書きをしています。困ります。見せなさい。やめとけ。何ですかこれは？ダヨンのおじさんだよ。あなた恥ずかしくないんですか、こんなことして。自分が落ち着くんだよ、ダヨンのおじさん書くと。会議参加してくださいよ。今度ダヨンのおじさん書くと没収します。氷結不一致にはさせません。何時間かかろうが僕は皆さんを説得してみせます。それが陪審員としての義務なんです。本気か？本気です。有罪。おいおい、もう待てよ。いや、君にはな、負けたよ。なんだよその態度は。やろう。いいじゃないの、有罪って言ってんだからね。おい、断っとくけどな、俺は被告が有罪だろうが無罪だろうが全然興味ないんだよ。俺は考えなきゃならないことが山ほどあるんだ。君とは違って仕事だって途中で来てるし、来月はな、両親を香港に連れてくんだよ。香港に。他人のことに関わってる暇は全然ないんだ。陪審を何だと思ってるんですか？これだけ話せば十分だよ。十分じゃありません。君な、学級員やったことあるだろ。僕は保健員止まりだ。すぐわかるよ。陪審長、ケツ取っていいですよ。それでは挙手で行きたいと思います。いや、挙手だと不安ライドが多くて困る。口頭で行こう。反対の方は？それではこちらの方から口頭で有罪か無罪かお願いします。無罪。はい。有罪。はい。無罪。はい。有罪。はい。有罪。はい。無罪。ちょっと今何て言いました？無罪。無罪ってのは何ですか？評決には無罪と有罪しかありません。無罪というのはない。好きに解釈してくださって結構です。もう頭パワー。次どうぞ。有罪。はい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 。無罪。あとはそちらの方。アルトマンさん、もう口かん。俺は決めた。そんなすねないで。有罪か無罪か
それだけでもお願いします。そういう態度は良くないな。弱ったな。陪審長。はい。どうして無罪なんですか。僕ですか。うん、理由が聞きたいな。ちょっとそれを置いといてください。いや、ここは聞いておきたい。僕は進行役です。しかし陪審員だ。大した理由ないです。いや、でもここまで粘るからには何かあんじゃないですか。被告に殺意があったことは認めるんですか。ええ、まあそれはね。あ、同情してるわけだ。いや、そうではないんですけど、まあいいじゃないですか。よくないです。個人的なことです。さて、個人的なこととは何なんですか。怖いな。答えてください。どうして無罪なんですか。前にね、一度陪審員やったことあるんですよ。4年前になりますか。強盗殺人事件で、被告は若い男でコンビニかなんかに陥って3人殺したんです。現行犯、当然評決は全一致で有罪。犯人は結局死刑に。後味悪かったです。自分の一票が彼を殺したわけですから。うん、でもそれは別にあなたの責任じゃないです。わかります、わかるんですけど、嫌なもんですよ。被告席に座っているあいつの顔がもう頭から離れなくて、正直言ってあんな気持ちはもうパスだな。今回の事件はどのくらいの罪になるんですか。計画殺人の場合は極刑もありえるでしょうね。無罪に変えます。私、執行猶予がつくんだったら有罪でもいいなって僕思ってたんです。だったら執行猶予つければいい。だけど計画殺人でしょ。だからワンランク下げて傷害致死罪で有罪にするんです。何を言ってるんですか。殺意はなかった、それでいいじゃないですか。そうだよね。待ってください。この際妥協しましょう、お互いにね。どういうことですか。僕らは計画殺人の線を捨てる、その代わりあなた方も妥協する、お互いに傷害致死で手を打つんです。そんなことができるんですか。できますよね。ええ、裁判官に提出するときにね、有罪ただし傷害致死としてと書き添えるんです。建設的な意見だな。あ、反対です。今さら彼女に殺意がなかったなんていうことは、これは駆け引きだよ。どんなものにだってね、駆け引きはあんだから。それはね、ベストかもしれないよ。そういうもんなんですか、陪審裁判って。そういうもんなんです。傷害なんとかだと罪軽いんですか。おそらく執行猶予。いや、ほとんど無罪みたいなもんですよ。そうですよね、はい、奥さん決めちゃいませんかね。えどうですか。わかりました。ここは君も折れなさい。でもこのまんまじゃ本当に評決不一致になるぞ。陪審長、決をお願いします。それでは挙手でいきましょう。傷害致死罪で有罪だと思う人。無罪だと思う人。物分かりのあるやつだね。言ってる意味分かってるのか。お父さん、いいですか。これであなたが折れなかったら、あとは評決不一致しかないんですよ。あなた一人で僕ら説得できますか。できるんだったらいいですよ。自信ないな。もしね、評決不一致になって他の陪審員にこの事件を任せることになったとしましょう。殺人罪で有罪ですよ。だったらここはひとまず妥協して傷害致死で有罪にしといた方が被告のためにもなるんです。わかりますか。はい。本当にわかりました。ええ。陪審長、もう一度検討。もう一回いきます。傷害致死罪で有罪だと思う人。無罪だと思う人。信じられないよ。わけ聞こうか。じゃわからんよ。ちょっと
こっち。腹割って話そう。私がこの年になるまで自分を信じて生きてきた。私が下した判断で間違ってもらわない。何一つない。その私が言うんだ、彼女は有罪だ。信じてくれ、頼む。でも間違えたじゃないですか。最初は無罪だったんでしょ。ねえ、申し訳ないけど。すみません、やっぱり私も無罪に。これだよ。私もダメ、鼻血出そう。氷結不一致だ、それしかない。待ってください、朝までやっても拉致あかんぞ。私は朝までやってもいいな。腹くくった。賛成。人間には2種類ある。ことを進めていくものと後に従うものだ。私は前者で君らは後者だ。黙ってついてくればいいんだ。それは偏見じゃないですか。どうせ今までだってそうやって生きてきたんだ。なんで今日に限って意地あるんだ。なんだ。よく知ってるな、私のこと。人間観察には自信があってね。話し合いましょう。ちょっと話し合いましょうって言ったって、あんたら全然意見言わないじゃないか。ろくに意見も言わずに座ってるだけ。消極的ならまだいい。だがな、消極的で頑固というのは我慢ならん。どうしても有罪には思えないんです。だからどこが。わからないですよ、わからないけれども。理由がなきゃ話にならん。フィーリングかな。出たよ。だってそれしか言いようがない。私法律のことはようわからんし、頭だってよくない。だけども陪審員になって今ここにいる。あとはフィーリングで勝負するしかないでしょうが。考えるのはそっちに任せるよ。いやいやいや、そんなのは任せられても困るんですよ。話し合いましょう。はいはい、もう勝手にやってちょうだい。何かが違ってるような気がするんです。気がするだけじゃダメなんだ。女性に向かって怒鳴るんじゃない。何かが違うんです。あ、話し合いましょう、納得いくまで。ちょっと、何でしょうか。参加してないやつがいるんだから。参加してないやつがいる。しかし一体どうやってまとまるつもりなんだ。緊急提案が出ました。氷結不一致の申し出を出すかどうかで決を取りたいと思います。これは過半数6票以上の合意をもって可決とします。ちょっと、もうそれしかないって。いや待ってください。決めるんだ、ね、帰ろう、もう帰ろう。氷結不一致に賛成の人。え、5票。5票。おい、おどういうつもりなんだ。なんでよ。ここまで粘ってるんだ、力になってもいいんじゃないですか。いや、意固地になってるだけだよ。何かが違うんです。だから何かじゃわからないんだよ。その何かを見つけてみようじゃないですか。そんなものはないんだよ。話してみなくちゃわかんないでしょ。ちょっと何言ってんの。じゃあ君は正当防衛立証してみせるっていうのか。やってみましょう。すいませんね。よし、わかった。大臣委員長、氷結不一致の要請は取り消す。ちょっと、おい、抗議は続行します。聞かせてもらおうじゃないか。え、その前にトイレ休憩だ、バシ委員長。トイレ休憩します。自分で言っといて。まあそういうことになりましたから、よろしく。ご面倒かけます。時間稼いでおきますから、何が違うのかゆっくり考えてみてください。はい。大丈夫かな。
弁護士なんだよ俺。は？任せて。心強いな。まあ座ってゆっくり考えましょうか。はい。あなた今日2回目でしょ。ちょっと近いな。さあ聞かせてもらおうか。ピザ取りませんか。何だと。売信長。はい。ピザの出前を。どういうことでしょうか。実は一つ気になってることがあるんですよ。何だ。ピザを頼んだイコール帰れないことを知っていた。どうしてそうなるのかな。子供の年齢は5歳。5歳の子供にピザパイ一つ多すぎやしませんか。そんなことはない。男の子です。あ、誰か5歳の男の子を持ったことがある人。うちの源太君来月で5歳。ピザパイお好きですか。食べますよ。1枚全部。一切れが精一杯ね。だからなんだ。被告は子供のためだけにピザを頼んだんじゃない。自分も食べるつもりだった。こう考えるのが自然じゃないですか。そうだ。彼女は帰ってくるつもりだった。帰ってきて子供と二人で食べようと思っていたんですよ。違いますか。どうしてさっき言わなかった。なんでかな。でも一概にそうとは言い切れないと思うな。うん、同感です。子供用のこんな ちっちゃいピザ頼んでたら。ドミソピザ頼んだことのある人。はい。そんなものがあるんですか。一番小さいやつでもこれくらいはあったと思います。子供一人で食べられる量ですか。無理ね。それ分かりませんよ。無理です。肥満児だったのかもしれない。5歳の子供です。肥満児にも限度があります。僕は子供の頃肥満児でした。お好み焼きの一つや二つは平気で食べていた。いや僕も肥満児だったけどそんなに食べられなかった。どんなピザを頼んだのかも分からんのにそんな話は意味がない。だから注文してみるんです。時間の浪費だ。いや私は見てみたい。お腹も空いたし。わかりました、取りましょう。ドミソピザの番号ならここに書いてありますけど。そのメモ帳ちょっと売ってくれません。一番小さなサイズを頼んでみましょう。レギュラーですね。スモールだろ。レギュラーが最低ラインです。どうせならトッピングを考えてみませんか。賛成。ちょっと待ってくださいよ。出番ですよ。マスターが仕切ってくれないと。アンチョビがいい人。はい。マスターパイナップル。え、パイナップル。アンチョビにパイナップルはどうでしょう。シーフードでまとめてみたら。イカ。イカ。こんな話聞いたことがない。いけませんか。ここは議論する場なんですよ。何も食べるつもりはありませんよ。ツナにシュリンプも入れてね。はいはい、この人は食べるつもりだ。大きさを見るだけですから。終わったら食べてもいいんでしょう。終わってからですよ。はい。じゃあこれ渡してきます。お願いします。パイナップルね。こんなの茶番だ。だったらついでにヒマンジも連れてこい。ヒマンジだった。仮に頼んだピザがあなたのおっしゃる通り子供には食べられないほど大きかったとしましょうか。ええ。それが一体何なんですか。いや僕もそれで彼女が無罪になるなんて思ってはいませんよ。ただ殺意は立証できないと言ってるんですよ。猫かぶってたな。猫かぶり。これどういうことですか。ピザ。それ出前はもうないって言ったでしょ。事件に関する証拠品を見るのは我々の権利だ。大至急取り寄せなさい。30分で来なかったら半額にしてもらうように。わかりました。証拠品ですか。何かピンとくるものはありましたか。すみません、まだです。時間はたっぷりありますから。はい。さてと次は何だ。猫かぶり。とりあえず証言をもう一度検討してみましょう。またやるの。うんざりだな。事件の証言は3つ。トラックの運転手と通りすがりのおばちゃんと、そしてもう一人誰ですか。
被告自身だ。おやさん、もう嫌になるほど聞いたって。奥さん、どの辺が気になります？本当に気になってんの？だからあそこ、被告とおばさんの言い分が。今さらどっちを信じるかなんて、そんな話はやめましょう。そうじゃなくて、言いたいことがあったら言った方がいいですよ。違ってたらごめんなさい。被告は、いや被害者が。死んだ方が被害者ですよ。被害者はあの時人がいないのを確かめて彼女に襲いかかったんですよね。そうです。でもおばさんは見てたんですよね。なんか変ですよね。この話出ましたっけ？いや、いいとこに気がついた。あ、お母さん、ねえ、時間帯を考えてみてください。もうすでに辺りは真っ暗なんです。しかも現場は歩道の工事が完了していないので街灯もありません。被害者に通りすがりの主婦が見えなかったとしても、これ全然不思議ないんですよ。じゃあどうしておばちゃんには見えたんです？そうなんです、おばちゃんはこう証言してる。歩道を歩いていたら反対側の歩道で人が争う姿を見たと。そうですね。ええ。なぜおばちゃんには二人が見えて、二人にはおばちゃんが見えなかったか、矛盾してませんか？そうなんです。うるさい、おばちゃんが。おばさんが来た時は二人で争っていて気づかなかったんだよ。何がおかしいんだ？現場はだだっ広いバイパスですよ。どんなに遠くたって見えないわけはない。まして被害者はこれから被告を襲おうとしていた。必要以上に確認したはずなんです。おばちゃんが嘘をついてたってこと？おそらく路上の人影ぐらいは確認できたんでしょう。ただしぼんやりと、どっちが主導権を握っていたとか、女の方が攻撃的だったとか、そんなことまでわかるわけはない。いや、でも彼女は証言してるんですよ。思い込みだ。よし、100歩譲っておばさんには見えていなかったとしよう。ああいった手紙の女は思い込みが激しいってことは私もよく知ってる。でもいいか、大事なのはなんでおばさんがそう思い込んだかだ。違うか？そうです。おばさんは女が死んじゃえと叫ぶのを聞いたんだ。だからピンときたんだよ。結局は同じことだよ。女の方が襲ってたんだよ。被告は叫んでないと言ってる。嘘っぱちだ。おばちゃんの聞き違いってこともある。ない。どうして？どうもこうもない。被告は叫んだんだ、死んじゃえって。聞き違いと思い込み、これはおばちゃんの二大要素じゃないんですか？じゃあ何と聞き違えたんだ、言ってみろ。ジンジャーエール。違いますかな？何だと？今ピンときたんです。彼女は旦那にジンジャーエールを買ってあげた。これは事実です。ジンジャーエール、ジンジャーエール、死んじゃえ。バカバカしいにも程がある。いや、確かに話としては面白いけどさ。でもあり得る。いいですかね、被告は叫んだんですよ、死んじゃえってね。ジンジャーエールを渡すときにジンジャーエールって叫ぶ人いますか？怒ってたんですよ彼女。そうだ。なんでこんなもん買いに行かせるのよ。はい、ジンジャーエール、死んじゃえる、ジンジャーエール、死んじゃえる。聞き違えても無理ないかな。これはくだらん。そういえばあのおばさん、よく証人席でも聞き間違えてました。証人前へって言われて、私は使用人じゃないって怒鳴ってました。あったな、そういうこと。下がって結構ですって言われて、その場にしゃがんでみたりね。変わったばあさんでした。こりゃやってないわ。陪審長、私無罪に変えます。私もいいぞいいぞ。これはゲームじゃないんだ。確かにあなたの説には一理あります、まあ、これで計画犯罪の線は弱まりました。でもいいですか、まだ殺人本来の疑いは残ってるんです。軽々しく無罪にするべきじゃない。トラックの運転手の証言はどうだ？彼は被告が突き飛ばすところを見ているんだ。それでも正当防衛だって言えるのか、無罪だって言えるのか。殺意が立証できない限り無罪と言ったのはオタクでしょ。言ってやれ。運転手は路上で争っている二人の姿を見つけてクラクションを鳴らしています。ところがその音に気づいた女は歩道に戻るどころか、帰って男を思いっきりトラックの前に突き飛ばしてるんですよ。これで有罪じゃないとしたら、一体有罪とは何なんですか？被告はトラックが来るのを知らなかったと言っています。嘘です。ああ、ちょっと整理しましょうよ、ね、無罪の皆さんの考えは、被告は車が来るのを知らなかった、
ね、たまたま力が余って旦那を突き飛ばした時にたまたまトラックがやってきて跳ね飛ばした、こういうことですよね。本当にそんなことを信じてんですか。そういう言い方すると嘘っぽく聞こえるけど、彼女がトラックに気がつかないわけがないんです。でも夫と揉めていたんです。それどころじゃなかったんじゃない。車のライトが目に入ったはずです。目をつぶってたんじゃないですか。目をつぶってても光はわかるでしょう。手で隠してこういう風にやってたんじゃないですか。襲われてたわけですからね。ありえますよ、ね、ありえない。どうして言い切れるんですか。ライトはいい、ライトはいい、見えなかったとしよう。でもクラクションはどうだ。耳まで塞いでいたっていうんですか。こうやってたんじゃないの。運転手が嘘をついてない限り彼女が車に気がつかないなんてありえない。これは確か。もうやめよう。嘘をついていたとしたら。ついていない。どうしてわかるんですか。つく理由がないからだ。例えば違うかな。言った方がいいですよ。運転手は眠ってたんじゃないですか。何よバカな。いや経験あるからわかるんです。皆さんも経験あるでしょう。夜の国道ってのは眠くなるんです。しかもここ一本道でしょ。あり得る。バレたらまずいからクラクション鳴らしたって嘘ついた。飛躍しすぎだな。でも可能性はあります。もういい。これ以上こんな茶番に付き合っていられるか。氷結不一致だ。逃げるんですか。君たちは天才、作り話の天才。家へ帰って小話でも考えてろ。話し合いましょう。何ですか。皆さん今振り向きましたね。大きな音がすると人間は音のあった方を向く。何のこと。トラックの運転手は嘘をついています。どうしてわかる。おばちゃんの証言がそれを証明しています。またおばちゃんか。おばちゃんはこう言っている。争っている二人の横を通り過ぎた後、反対車線をトラックがすれ違っていった。そして背後でクラクション、続けて急ブレーキ。振り返ってみるとトラックの前に男は倒れ、女は佇んでいた。つまりいいですか、おばちゃんはこの事件の瞬間は見ていないんです。それが何なんですか。なぜおばちゃんは見ていないのか。もしクラクションが鳴ったのならおばちゃんはここで振り返っているはずなんです。そして事件の瞬間を見ているはずなんです。実際はどうですか。おばちゃんが振り返ったのは被害者が跳ねられた後だった。つまりいいですか、おばちゃんが振り返ったのはクラクションではなく急ブレーキの音なんです。なぜならクラクションは鳴らなかった。確かに聞いたって証言してるんですよ。思い込みの激しいことはすでに立証されてるはずですよ。場所はバイパスだ。車のクラクションは珍しいことじゃない。クラクション、そしてその後の急ブレーキ、2つを関連付けて証人は初めて振り返ったんだよ。夜、人気のない道ですれ違ったトラックが自分のすぐ後ろでクラクションを鳴らしたら普通振り返りませんか。振り返らない人間だっていますよ。好奇心の塊のようなおばちゃんなんです。見して揉めてる二人の話をわざわざ聞きに行ったおばちゃんなんですよ。それでも振り返りませんか。振り返らない人間だっていますよ。どっかトレイを落としたらここにいる全員が振り返った。いや、クラクションと一緒にはできない。突発的な大きな音という点では同じなんです。僕は振り返らなかった。見てたぞ、あんた真っ先にパッ振り返った。運転手が居眠りしてたとしたらこれは問題ですな。後で裁判官に伝えておきます。どう思いますか。まったく、あのおばちゃんには参るね。嘘ばっかりつきまくって。まだ有罪だと。だから最初から言ってたんだよ。正当防衛だって。待ってください。やっと自信持って言えるよ。無罪だ。有罪を主張しますか。するわけないだろう。殺意が立証できない限り彼女は無罪だ。これは僕の意見だ。で、当然だよね、奥田さん。あなたは君の言った通り運転手が嘘をついたとしよう。でもそれがなんだ、大したことじゃない。一番それが大事だって言ったじゃないですか。とにかく。とにかくじゃない。私が言いたいのは、被告が酔って疲れた夫を車に突き飛ばしたのは紛れもない事実だってことだ。正当防衛だとは思わないんですか。思わないね。一点の曇りもなく彼女に有罪を宣告できるんですか。できる。合理的な疑問はどこにもないんですか。ない。
私前から気になってたんですけど。何です？被害者は本当に酔ってたんですかね。今さら何。居酒屋は大自然でしたよね。そうです。私のんべだからよく知ってるんです。あの手のチェーン店の中でも大自然は一番焼きうどんがうまい。だからそんな話は。これ酒飲みの常識なんです。確かにあそこの焼きうどんはうまい。たこ焼きもいける。そうなんです、あそこは食い物がうまい店なんです。おい話元へ戻そう。大自然に行くときは腹ごしらえをするときなんです。ゆっくり飲みたいときは他の店へ行く。被害者はそんなに酔ってなかったと思うんですが。こじつけだ。いいですか、ね、彼は酔っていたと被告自身がそう証言してるんですよ。私は酔ってないと見た。だからありえないんです。酔ったふりをしてたんじゃないですか。そんなことをする理由がどこにあるんだ。自分に置き換えて考えてみましょうよ。酔ったふりをするのはどんな時か。気まずい時だ。そう、あの日被害者は別れた奥さんに復縁を迫った。非常に気まずい状況だった。それで酔ったふりして会いに行ったと考えられる。ありえないな。いやありえる。俺も経験ある。昔かみさんに本心打ち明ける時わざと酔っ払ったふりしちゃったぞ。俺はね。いや私もある。で本当に酔ってしまって結局言い出せずに終わるんだ。お父さんの場合はね。そうだ推測だ。そうでないとは誰にも言えないでしょう。あの日被害者がどのくらい飲んでいたか調べてもらいます。いやそんなことする必要はない。酔っていなかったと仮定しよう。すると被告はシラフの男を車に突き飛ばしたことになるんだ。君たちは被告席の彼女を見たはずだ。あんなか弱い女性の一体どこにそんな力があったっていうんだ。助走をつけてぶつかったのかも。言い争いの最中にどうやって助走をつけられるのか伺いたいね。一ついいですか。すごいこと思いついちゃったよ。言ってみてもらう。被害者は酔ってない。じゃあ答えてみろ。どうやって突き飛ばした。突き飛ばしてない。なんだと。被害者は自分から飛び込んだんです。待ってください。話にならん。被告の証言の中で確かこういうのがありましたね。争ってる最中一瞬夫の顔がどうのこうの。悪魔の表情がよぎった。一瞬ってのがどうも引っかかったんですよ。どうして一瞬で考えたんです。もしかしたらその一瞬ってのは被害者に車のライトが当たった瞬間だったんじゃないのかな。それはあるな。つまり被害者はトラックのライトが当たる位置に立ってたんですよ。あなた被害者やってくれますか。え、ここにいてくださいね。車は向こうから来るということは被告の位置は。あなたお願いします。はい。必然的にこうなりますね。つまり走ってくるトラックに背を向けた形になるわけです。よしトラック入れましょう。いやいや結構結構。これでついつまが合う。被告は後ろを向いてたんでトラックが見えなかったんだ。ちょっと揉めてもらいます。はい。話してやめてください。あ、どなたか。やりましょう。はい。お願いだ。帰ってきてください。帰って。はい、そのまま。車は向こうから来る。もしこの体勢で彼女が彼を突き飛ばすとしたらですよ、まず彼女はこっち側に回ってきてそれから押し出すしかない。そんなこと可能だと思いますか。無理だ。揉めてる最中に車が見えて相手がこっち側に回ったらどんなバカだって危ないと思いますよ。僕の言ってることに間違いありますか。ないね。ということは被害者は自分で飛び込んだ。自殺。話してみるもんだな。動機は。人生に絶望して別れた奥さんにも復縁断られて発作的に生きるのが嫌になったのか。作り話だ。可能性はある。そんなものはない。確かに飛躍のしすぎかもしれない。でもいいですか。実際何があったかなんて誰にもわからないんです。被告自身もその瞬間のことはよく覚えてないと言ってる。でも可能性はある。可能性がある限り有罪にはできない。どうですか。
おとなしく聞いてりゃあんたらちょっと勝手すぎやしねえか。俺が喉枯らして無罪だって言ってたのに誰も相手してくれなかったじゃねえか。寂しかったんだぞ。あなたは被害者の話をしただけです。口下手なんですよ私は。ということは有罪だ。おい、ちょっとあなた、どんなクズでも生きる権利はあるんだ。人を殺せばな、罪になるんだよ。正当防衛だとは思わないんですか。そんなもんドブに捨てちまえ。俺はもう決めたんだよ、あの女は有罪だ。誰が何と言おうと有罪なんだよ。こっち来ちゃおめえ、人の心をもてあそぶのもいい加減にしろ。頑張ろうぜ。嘘だよ、無罪だ。だから最初からそう言ってるだろ。いやー、ヒヤヒヤしましたね。ね、こんな馬鹿げた話がありますか。なんで自殺なんです。よりによって彼女が殺したっていうことは、これは明白な事実なんですよ。全ての状況証拠はそれを証明している、回り道はどうなんですか。回り道、彼女はわざと遠回りしたじゃないですか。納得のいく説明を思い出したよ。赤だったんだ。私ここ行ったことあるんです。彼女が最初に曲がった交差点、これなんて言うんですか、スクランブル交差点。そう、それ。この信号赤だったんですよ。しかも後ろから夫が追ってきた。そうそう、だから彼女はこっちへ曲がった。ここも信号だったんですよ。赤が青だったんだ。人目もあるし、こっちへ曲がって追いかけられてたらそうなります、ね、彼女回りに来たわけじゃないんだ。そうですね。ピザ届きました。これレギュラーサイズ。そうですか。すいません、代金は。これレギュラーサイズ。ええ、一番小さいのでこれですか。でかい、うまい、早いがうちの取り柄ですから。もっと大きなサイズならありますけど。もういいでしょうか。代金ここで払うから。どうも。どうもありがとうございました。大きいのね。開けてみましょうね。開けるまでもない、無罪だ。陪審長、決を。決の要請が出ました。無罪だと思う人。これで振り出しか。おい、一体あなた方今まで何見てきたんですか。彼女がやったんだ。真実を見なきゃダメなん。自殺バカ言うな。彼女が殺したんだ。確かに被告は若い、見た目も悪くない。でも人を外見で判断するべきじゃないんだ。そんな人間もう誰もいませんよ。あなた、あなた人の意見を聞きすぎる。いや、話し合いってそういうことじゃないですか。もっと信念を貫いたらどうなんですか。いや、信念って何ですか。人の意見を聞かないこと。誰もそんなことは。結局君は話し合いがしたいんじゃない、意見を押し付けたいだけなんだ。違う。僕は誰が何と言おうと無罪にしない。彼女を罰せられて当然の人間なんだ。どうしてそれがわからないんだ。彼女に恨みでもあるんですか。話し合いましょう。何時間でも、とことん話し合えばきっと皆さんも分かってもらえる。彼女は有罪なんだ。こんなものが一体何なんだ。あの女は自分のことしか考えてない、そういう女なんですよ。ね、どうしてそれがわからないんですか。夫を捨てるような女にね、どうしようもいらないんだ。あんな女は刑務所にでもどこにでも行って当然なんだよ。どうしてそれ分からないんですか。ここで裁かれてるのは被告なんです。あなたの奥さんじゃない。
陪審所。え？陪審所。広いですね。立派な方。よかったらちょっと飲みに行きませんか。私行きますか。いい店知ってるんですよ。そこ行きましょう。あなたもね。もちろん主人には朝までかかるかもって言ってあるんです。よし、決まり決まり。これ返すんですよ、これ。記念に取っとこうと思ったんだよな。また呼んでくださいね。ご苦労様でした。お世話様。ご苦労様。よかったら食べてください。すいません。いや、どうもありがとうございました。いや、弁護士さんがいてくれて助かった。あれ嘘。え？役者なんですよ。前に一度弁護士の役やったことがあって。ああ、すいません。俳優さん。あ、ご苦労様でした。ご苦労様でした。ちょっと、本当は歯医者でね、差し歯にするときは私のところへ。彼らよくやったよ。望んでいたことじゃないのか。私は満足だ。うん。おう、はい、ご苦労様でした。一応断っておきますが、有罪無罪いずれにしても、ここにいる12人全員の合意がなければ評決としては成立しませんので、よろしくお願いします。
では無罪だと思う人。無罪12。決まった。なんかいけなかったですね。いいのかな。いや、いいんじゃないですか。あ、長く話し合うだけが会議じゃないしね。決まりでしょう。では全一致で無罪と決定いたしました。飲みに行きませんか。来たけど会社戻らないと。すみですね。お茶でもいかがですかね。いや、いいですね。だけど本音言うと彼女を殺してるんですよね。当然でしょう。あの、皆さんちょっと待っていただけますか。12人の皆さんがここに集まったのは運命的なことです。何世紀にもわたり陪審制度は世界で公平な評決を行ってきました。今度は皆さんの番です。いくら魅力的な女性であっても、いくら肌がツヤツヤしていても、人を殺したら殺人なんです。罪になるんです。私はたとえ有罪でも無罪だな。これだけ言ってきます。あなた恥ずかしくないんですか、こんなことして。自分が落ち着くんだよ。大王のおじさん書くと。会議参加してくださいよ。有罪なら有罪で結構、縛り首でも何でもしちゃってください。ちょっとやけになってどうするんですか。お願いですから。話あっ、言ってることむちゃくちゃですよ。こういう時はだんまり作戦、これに限りますよ。もうよくわかんない。頭が整理できないの。入りたいんだよ私は。なんで私が陪審に。足して13になります。本当だ。これまでの12人と同じように真実をつかみ取ってください。この世に正義があることを立証してください。そしてこの国の憲法に陪審制があることを誇りに思うよう希望します。無罪撤回。私有罪に入れる。ああ